しいですし、まあ、ちょっとホッとしてます。あの自分のコンディションもすごい今上がってますし、まあ、このままプレーオフに向けていい状態が保つんじゃなくて、まあ、もっともっと上げていけるようにしていきたいなと思います。もちろんまだ硬さは少しあるんですけど、動いていくうちに良くなってくると思うので、それが慣れてくればベストになるのかなと。ずっと試合にも出てなかったので、そういった自分のものを取り戻すためにもやはり多くの試合に出たいですし、まあ、いいアピールがこの何戦かでできたんじゃないかなと。連戦が久々だったので、そういった体力っていう部分も自分の中で戻ってきてるかなと。これからプレーオフになってくると、まあ、向こうも必死でくるので、それ以上に僕たちが戦わなきゃいけないと思ってました。そういった意味でいい勉強になったのかなとは思います。個人的にはここからが一番大事だと思ってます。まあ、プレーオフを決めるまでも大事ですけど、やはりプレーオフに入っていい戦いをするためには、ここから残っている試合がすごく大事になってくると思うので、一からプレーオフに向けてやっていきたいなと思ってます。本当に悔しい思いをしたので、またあの舞台で僕が次はあのゴールを守りたいなっていう思いはすごく強いので、そこに向けていい準備をしていきたいなと思ってます。勝って決めたかったので、まあ、もちろんオーバータイムに入って勝ち点1を取った時点で僕たちプレーオフ決まってましたけど、そこで負けてプレーオフに行くのか勝ってプレーオフに行くのかっていうのは全然違うと思うので、あとは台湾に全勝だったので、とにかく勝って決められたってことはすごく嬉しかったです。I hadn't scored in a while, so I thought I'd try a new move, and your goalie came out pretty far, so kind of had intention of shooting the whole way, but didn't see anything and just delayed and worked out. Yeah, too.Quick power play goals. I mean, that's starting 2-0 in the first 5 minutes helps us out a lot. I don't know, they scored that first goal, and I think we got maybe nervous and changed the way we were playing. I think guys knew what the 3 points were we needed to win to get to playoffs, and maybe got a little tightened up. We ended up getting the win, and that's all that mattered. Yeah, more importantly, it's great for our team to get into the playoffs. You know, we knew we were in a good spot for the rest of the season, but we definitely wanted to do it at home and not have 2 weeks to, you know, have to wait to try and get another win to get in. So it was nice to get the win tonight. As far as 300 points, it's nice to get it at home and, you know, to sort of get that monkey off my back, but it just means that I've played with a lot of really good players and been here a long time, 5 years, you know, long enough to get 300 points. So, yeah, and I think it also just took a little pressure off. You know, we knew this was a big game, and to get an early goal and then to get that second goal too early in the game, that helped us. So I think more than the 300 point, just scoring early in the game. Well, it's...Even when we've struggled in the league, we've always had great fans in Nico, so it's really nice to see that support and also to be able to reward them a little bit. Come here, Dean. But yeah, we have, you know, I think the best fans in the league, so they support us if we win or lose, and it was nice to... I hope that they continue to support us, and...で、ゴムで取ってきてくれたんで、いいスタートが切れたなと思ったんですけど、まあ、その後ちょっとずつ崩れていったんで、そこはこれからに向けて修正していかないといけないなと。ここのミスだとは思うんで、失点に関してはまあもう気にすることなく、これからいい準備していけば、まあ、修正できる点だとは思うんで、あとゲームの流れだったり、そういう方が重要になってきますんで、そういう意味では、後半はちょっと良くなかったなと。簡単には勝たせてくれないことを知っていたので、まあ、でもとりあえず今日は勝てて、まあ、一応で負けるのと勝つのにまた違ってます。これで全勝もできましたし、まあ、これから向けてそういう面ではプラスの材料かなと思います。プレーオフは決まりたんですけども、まあ、5位狙える位置にはまだ出ていますので、うん、しっかりもっともっと上位狙えるように、戦っていかないといけないですし、まあ、ここで満足してチームが下降気味にならないように、まあ、鼓舞してやっていかないといけないですし、そういう面では、もう一度、少しナショナルブレイクで開くので、まあ、しっかり練習して
残りのレギュラーシーズン6試合とプレーオフに向けて頑張っていきたいなと思いますけど、小さいミスがゲーム左右しますので、そういう緊張感ある中で、プレーすると必ず成長ができますし、プレーオフを経験して、まあ、若手だけでなくベテランも成長していけたらなと、まあ、このために、まあ、春から一生懸命練習してきてますので、そういう意味では簡単に負けたくないですし、しっかり、目標に向かってやっていきたいなと思います。まあ、若い選手が、ここで満足することなく、まあ、もっともっと出てきてほしいですし、まあ、そういう短期決戦になってくると怪我人とか出てきたときに、やっぱりそういうチーム力としての、レベルアップが必要なので、気持ちを切らさずにやってほしいですし、シーズン終わるまでは、ね、しっかりやって